バレーかけるコナン、もしも工藤新一がバレー部だったら、その1。はい。おい、そんな簡単なもん落とすな。あれ、たたんかい。ちょっとおめえら、触るな。この部員、死んでる。死んでるわ。死んでるぜ。うらやましい。座っただけや。役が止まってる。バレー部員殺人事件、絶品。その2。次の県大会の予選はまあこことここを1回戦で当てさせて。あるわ。このままじゃ平潭高校が1回戦で敗退しちまうじゃねえか。それはダメだ。平潭高校はシード&シード&シードで、はい、ここまで持ってきて、はい、優勝ということで、平潭高校これで優勝だ。真実はいつも一つ。その3。いや、お前らさ、さっき試合負けたくせに何ダラダラしてんねん。ベラ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 更衣室で喋って、早く着替えて次練習するぞって言ってるやんけ。はよ。今日の試合もよく頑張ったということで解散。難事件解決。真実はいつも一つ。いや、お前らささっき試合負けたくせに何だらだら着替えてんの。ロッカールームで遅すぎへんなあ。いつまでユニフォーム着てんねん。すぐ練習するって言ってるやろなあ。すぐバス乗って早く学校帰れよ。いつまで待たすねん。もうお前らそういうことしてるからな。すぐ負け。ちょっと待って。おんのよ、おんのよ。口が赤おもろい、やばい、これむずい。おもろい。